源氏物語新釈とは、源氏物語の注釈書である。江戸時代の国学者、鴨野ま淵の著書。複雑な成立過程を持っているものと考えられており、抜群によれば1758年4月6日、完成とされるが、双方などを含めた全体が完成したのは1762年、頃の完成とされる。国学者による、源氏物語の注釈書としては、 初期の代表的なものの一つである。本書は、もともとは、間ぶが手元にあった、古月賞に書き入れていた、様々な注釈を抜き出して独立した、注釈書にしたものとされている。抜文によると、鴨のまぶの主家であったタヤスの命によって、数年かけて完成させたとされるが、この時主家の命によってできたのは、この後タヤスに、伝来することとなった、古月賞に、 自身の注釈を書き入れただけのものであって、現在見られる独立した注釈書としての、源氏物語新釈は間淵が、その後数年かけて完成させたものであるとする説もある。本書は、源氏物語54巻それぞれに対応した54巻54冊から、なるが、鴨ものまには、源氏物語についての著作として、本書の他に、があり、本書とこれらを合冊して、 源氏物語神釈と題した伝本もあるため、これらも含めて、源氏物語神釈とすることもある。倉庫イコール総論では、形式、内容に2703年9月の成立の安藤貞明による紫穴七論の影響を多く受けており、源氏物語文、この文かける人、視野から、で鉄子を祀れるとき、学のさえ、用意、文の様、 本意の9項目に分かれている。各館の注釈では、慶中の源の中周位の跡を受けているが、古今和歌集、新古今和歌集等の宮中までの時代の、源氏学において、転挙としておもんじられた古典よりさらに古い時代の、日本初期、万葉集といった国学者たちがおもんじた古典の、要例に遡りながら、五釈を試みる点や、その言葉が、 どのような文脈で使われているのかという文脈全体に最新な注意を払っている点などに著者の独自性が見られる。主な写本として内閣文庫本、宮内庁所領部本、御子教閣文庫本、桃園文庫本、天理図書館本などがある。ありがとうございます。